はい、どうもヤスオです。ボリュームやっていきます。今日はですね、ついにウーコンプライムアクセスが出ましたね。待ちに待った待望のウーコンのプライム化ということで、まあ、そちらのプライムアクセスの内容プラス、ウーコンがねちょっと前にアビリティ変更されたので、そちらの内容も踏まえて動画作っていきます。まあ、ウーコンといえばね、実装同時ノーマルバージョンね、なんか2ターンが確か実装したのかな、同時に初めてね、なんか2ターンが使うフレームだったような気がしますね。そんぐらいしか覚えてないですけども、まあアビリティとかも結構バグも多くて、まあそこそこ強かったといえば強かったんですけれども、まあそれぐらいかな。ウーコンの思い出といえば、確かね、天のコンが初めて開催された時に公開されたのは、それネジャか違うやつだ。で、まあアビリティとかもね、そんなに変更もされずにウーコンは来たので、まあいろいろと悪さはしてきたんですよね。ブーメランウーコンとか、範囲を盛りまくった、4番特化のビルドとか、かなりね、まあ、悪さしてきたフレームの一つではあるんですよね。とりあえずね、プライムアクセスの内容から見ていきましょうか。プライム化されてかなりかっこよくなりましたね。金属パーツもふんだんに使われてますし、あとね、まあディティールもかなり凝ってますよね、ウーコン。かなりかっこよくなりましたし、フレーム自体のね性能もアビリティも良くなったので、このフレームはかなり使い勝手が良くなったのかなというところですかね。さらについてくる武器2つですね、十字、まあ正しい読み方ちょっと分かんないですけども、クロスボウとニコンディですね、ヌンチャクの、クロスボウの方はね、まあ、ちょっと使い勝手が悪くなってるのか良くなってるのかちょっと分かりづらいところだね。弾がなんか爆発するようになって、まあ、自爆判定あるんですよね。そちらのせいでよく自爆して死んでしまうんですけれども、性能面としてはかなり良くなってますね。さらにリロード速度が、あの特殊効果でね、弾を打ち切った時のリロードがですね半分になるんだよね。この武器ってねやっぱり弱点で、確か昔の動画でねビルド紹介の時に、あのリロード速度が特に長くて使い勝手が悪いから、リベンでリロード速度伸ばそうぜっていう話をなんかしたような気がするんですよね。はい、なのでこれの特殊効果もあるので、かなり使いやすくなったのかなというところですかね。でヌンチャクの方はね、これも完全な強化ですね。もともとね電気属性の単体属性でしかなかったんですけど、ちょっとなんか説明おかしかったけど、それがですね物理プラス電気属性になったので、かなり良くなったのかな。IPS が追加されるだけでも、この武器ってもともと状態上寄りの武器なので、やっぱこれだけでもでかいですよね、 CO との兼ね合いとして。次はねアクセサリーパックの内容です。まず1つ目、シャンダナですね。こちらなんかクワガタの角っぽい形してますね。ちょっと固めな感じだね。先っぽがプルプルする感じの素材になっていて、なんかさ、内なる紛争の時のなんかテレポートするやつあったじゃんあいつの部品っぽいね。なんかついてそうじゃないこんなのこれは何なんだろう。人道プライムシャンダナって書いてるけど、人道これが どうしたらなんか人道になるのかなちょっと分かんないけれども、何え、これ漢字を表してんの、人っていうことを表してんの、これちょっと違う気がするんだけどなそういうことなのかな。まあで、まあこれはね正直ちょっと使いづらいかなっていうもので、ただ次の方ですね、目玉のエフェメラですね。こちらちょっとね、これねエフェクト激しいよね、わかるかなこれすごくないこれエフェクト。確保ミッションで確保対象を確保してる時のあのエフェクトだよねこれ、完全にフレーム確保されちゃうのこれ。いやさらにさ、これちょっと気になってるところがあって、まあ動くとねこのエフェメラそうでもないんだけど、止まるとねすぐこういう風になるんだよね。あのミッション中とかたまに止まる時とかあるじゃん、あの防衛とかでさ、なんかこうちょっと敵を待ってる時とかで、なんかそしたらさ撃たれたらさフレームってピクピクするじゃん。そしたらさあ撃たれたなってなるんだけど、これ止まるときね、こうエフェクトが激しすぎてね、あ撃たれたなっていうのが分かりづらいんだよね次はねクブローのファーパターンとクブローのプライムのアーマーですね。こちらがクブローのファーパターンなんですけど、ちょっとね全体的に黒くしてみました。分かりづらかった、もともとのこのクブローの色がねなんか白っぽすぎてちょっと分かりづらかったので黒ベースにしたんですけれども、まあ、こんな感じのファーパターンで、なんか感染体っぽいなんかデザインだよね、クブロー。でさらにアーマーがなんか何なんだこれ、鈴をイメージしたのかななんか丸いのが3つついてるんですけれども、
まあ、こんな感じのクブローのアーマーですよということで、まあ、こんぐらいですかね。さてこっからねウーコンの変更点についてご説明していきます。今までのウーコンはね他のフレームよりもコンボの持続時間が 4.5 秒間長かったんですが、今のウーコンはまあ昔の2番みたいな形で死んだら復活しますよっていう、パッシブに変更されました。ただしミッション中最大3回までしか復活できなくて、死んだらですね自動で2秒間無敵プラス、ヘルスを 50% 回復して、さらに一定時間バフがつきます。でこのバフの種類が5種類ありまして、60秒間属性ダメージが3倍、30秒間透明化、30秒間無敵化、60秒間アイテムドロップ率が増加、60秒間オーブの効果が4倍になるということで、まあ、単純に、この中で一番いいのは30秒間無敵化が一番強いのかなということですかね。まあこんぐらいですかねパッシブについては。まあ2番がね回数制限あるにしても、復活回数が簡単に増やせるっていうかかなり多いよね、3回っていうの、強いと思うこのウーコンのパッシブは。次の変更点は1番ですね。今までの1番はね正直微妙すぎた。ただ今回からめちゃくちゃ強くて、今までの1番はなんか目の前をどつくだけだったんですが、増強をもっとつけたら下の方にね向かってどつけばジャンプして、その後のスラムアタックがめちゃくちゃ強くなると、まあそれでいろいろとね悪さできたんですよ。ブーメランウーコンとかがあって、まあ悪さできたんですけれども、今のウーコンの1番はですねこのようにスペクターを作ります。ただこのスペクターかなり優秀で、自分がですね近接武器を持つとプライマリー武器を持ってくれますこいつが。で逆に自分がプライマリー武器を持つと、まあこのように、はい、近接武器を持ってくれると。セカンダリ武器で近接武器に切り替えたらセカンダリ武器撃ってくれるんだね。はい、まあ、こういう風にセカンダリもちゃんと使ってくれるし、あとですね1番を敵に向かってつけることによって、つけるっていうか、まあ、マーキングしてくれるんですよね。優先的にそいつに攻撃してくれるということで、これかなり強いですねこの分身。次2番なんですけれども、昔の3番が2番に変更されましたね。このように雲になって動くんですが、まあ、めちゃくちゃ移動速度が速くなりましたね。さらにもちろん昔のように敵に当たったらフィニッシャー待機状態にするんですけれども、この移動した距離に応じてヘルスが回復しますね。これかなりね回復するし、さらに先ほどの1番のスペクターも回復するんですよね。ヘルスがめちゃくちゃ強い、これ本当に。これでね移動するだけでも素早く移動できるし、まあ、潜入でもかなり使いやすくなったし、本当にね隙なく戦えるようになったね。これが一番なんか強いと思う、正直言うて、ウーコンのアビリティの中でっていうぐらい強いですこれは。で次3番なんですが、まあ、これ正直微妙な気がするね。はい、このように効果時間を持って、効果時間終了とともにねなんかこういう風に攻撃するんですよね。でこの効果時間持ってる間は、こういう風に構えてる間は、まあ、無敵を持っていて、さらにこの時にねダメージを受ければその後つくこの右下の方に走行値のバフがつくんですけれども、これ、ダメージ量に応じて最大1500まで、上昇することができますね。ただこの走行値のバフもちょっと効果時間全体的に短いですし、なんかちょっと微妙かな。もちろん再発動でこういう風にね強制的に終了することできるんですけれども、まあちょっと微妙かな。もちろんこのスペクターを出してる時に、ちょっと待って、エネルギーなかったわ。3番を使うことでこういう風に1番もね構えてくれるということで、ちょっと微妙だなそれでも。さて次の変更点は4番なんですけれども、これめちゃくちゃ強くなりましたね。アビリティの性能自体はなんか今までねこういう風に攻撃して当てることによってなんか範囲が広がってたんですけれども、固定値に変更されましたね。ただし武器の方につけるリーチで、まあ、範囲伸ばすことができますよっていうことで、まあ、今までとそんなに変わんないんですけれども、じゃあ何が強くなったのかっていうと、ちょっとコンボを見てもらいたいね。メネ 3.0 を応用してるんですけれども、まあこういう風に今までね、まあ、ガードアタックでしたよねこれ。ガードアタックがこれパシパシするようになったんですけれども、ガードアタックの前コンボがこういう風になりましたね。でこれやってる時になんていうのかな、こういう風に切り替えれるんですよ簡単に。
他にもこういう風にこんな感じ、わかるかな、スムーズにね、なんか別のコンボにつなげられるっていうのかな。ちょっとね、俺まだこれ慣れてないんですけれども、あと通常格闘の前コンボ、これもかなり便利だね。このくるくるって回るところがすごい使いやすいね。あとスライディング格闘見た、これあれだからね、すごい伸びるんだよ、本当に伸びて使いやすいですね。でね、1番の増強の変更点なんですが、長押しするとね、1番増強をつけなかったら、スペクター解除するんですけれども、長押しすることによってスペクターにこのようにライノストンプみたいなものを命じることができますね。これダメージないんですけれども、簡易的なラインのストンプとして優秀ですよね。この手のアビリティは結構範囲伸ばせば使いやすいと思いますし、あと4番の変更点が、今までね、クリティカル確率が、100% が上限だったんですけれども、150% まで上がりましたね。それだけでもだいぶクリティカルバンバン出せますし強いですよね。はい、ちょっと待てよ、これステルスアタック扱いになってるからちょっと分かりづらいけれども、まあ 150% まで上がるよっていうことで、まあこんぐらいですかね、変更点としては。ということで、まあウーコンね、ほんと強くなったね。特に4番めちゃくちゃ強くなって、ほんとこのコンボえぐいわ。ほんとに好きなく戦えるようになってるし、範囲もめちゃくちゃ広いですし、これ強いですね、ウーコン。うん、スペクターによる戦いもあるので、意外とウーコン被弾率少なくて済むんですよね。ということで、以上、いやそうでした。それではまた次回の動画、あ、何スペクターもこれエモートしてくれんの初めて知ったわ。はい、ということで、ぜひね、ウーコンプライムアクセス買ってみてください。プラスね、ウーコンそれでビルド作ってみてください。ということで、以上、いやそうでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。